おはようございます。おはようございます。おはようございます。もう最後やな。最後ですね。最終や。一瞬だね。マジで。どうみんな気持ち的には、ね、固まったりとか。もう今もうほぼ昨日の夜考えて考えて、うん、自分の中でこうしようかなとか決めたけど、やっぱまだ中途半端すぎて、まあ、100パーとは言えへんけどみたいな。自分も昨日の夜にもう道は決まったから朝ちょっとね話したい人がいるからっていう感じかな。僕も結構固まってるから、まあでもほぼ固まってるかな。まあ待つ側やもんな。そうだね。緊張するよな。待つ側も待つ側で。そうやな。おはよう。おはよう。おはようございます。おはよう。そうですね、よかった方がいいな。よいしょ。ほいほい。一緒にさ、ここあ、座る、うん、え、スリッパ履いてんだけどあ、おはようございます。おはようございます。おはようございます。最終日やな、うん、めっちゃ早い。早い、うん。なんか一番の思い出とか聞きたい、みんなの。あ、確かに。話してく？じゃあ一人ずつ。いや、意外と動物園かもしれない確かに。なんか動物園で一番多分いろいろとね、そう話もしたから印象強いかなっていう感じです。自分は人力車みたいなのがめっちゃ楽しくて、あ、なんかやばい。やっぱ遊園地かな。え、絶叫苦手だと思ってたし、別に、うん、そう、でも乗れたし、うん、めちゃめちゃ楽しかった。なんか俺はプールかな、昨日の。暑い時にプールって最高やん、やっぱ、うん、やし、いっぱい話せたし、楽しかったな、みたいな。羨ましい。羨ましい。僕もプールで、なんかビーチフラッグで、うん、勝てたっていうのが良かった思い出のもあって、あ、勝てたね。確かに、ね、そうですよ。え、リアはなんかみんなでめっちゃわちゃわちゃして食べた夜ご飯、うん、あ、私も夜ご飯が一番楽しかったかも。プールも楽しかったけどね、夜ご飯楽しかった、みんなで話せて。え、ユウは昨日の船乗って、うん、ランはプール、うん、めっちゃ楽しかった、うん、楽しかったね。いいな、みんないい思い出、うん、ね、いや、濃い3日間今日好きになりました。旅のしおり最終日午前、最後のアピールタイム午後、女子から告白以上。以上。おお。まあ、じゃあでも話せるってことやな。あったね。そうだね。よかった、よかった、よかった。どこなんだ。めっちゃ緊張する。じゃあ最後やし、みんなで写真とか撮る。みんなで撮ってないよね。え、ないよね、一枚も。撮ってない。頑張って。頑張って。こことかに。いけるかな。本当に見てる、これ。ちょっと、見悪くて。よー。はい、チーズ。ありがとう。頑張ろうね。頑張ろう。頑張ろう。頑張ろう。リアちゃん、おっすー、おっすー失礼します。軽いなね、救われるわ、はい、3日間どうでしたか。もうな、全力で楽しんだ。全力、うん、全力で楽しんだ、うん、
だからほんま早かったな。ね、うん、一瞬だったな。すぐ、うん、何が好きなんだったっけ俺、うん、占い。占い、あ、そうだとか毎日見てる星座とかね。そうそうそう。え、待って、リア今日調べたよ。あ、調べた。今日の運勢どうやった。今日ね、うん、12位中9位だった、うん、あかんやん、 あかんやん。ちょっとやばいよね。いや俺も、うん、昨日7位やってんな、うん、で今日も7位。7位ゆれんちゃん7位。あ、でもラッキーセブン。あ、ほんまや。そうだよ。なんかほんまポジティブに言うのうまいよな。うん、うん、めっちゃポジティブ、うんね、めっちゃいいと思う。一緒にいて元気になるじゃん。うん、うん、いいね。え、なんかさ、うん、昨日一人に絞ったって言ったじゃん、うん、で全然諦めないみたいなリア言ったけど、うん、なんで一作くんなのかっていうのがさ、なんかしっかりと伝えられてなかったなと思って、うんうん、なんかそういろんなツーショットしてやっぱ一番楽しいし、なんか楽しいけど落ち着くみたいな、うん、落ち着くってさ、うん、なかなかないじゃん、うん、そうやな。そう、なんかそんなところもありながら、うん、なんかノリがいいし、なんていうの、気使えるじゃん。まあまあ、そう。なんかそう、バーベキューの時とかもさ、うん、なんかみんなのためにめっちゃ動いたりさ。いやいや、そんなんリアもやん。いや、それはさ、それはそうじゃん。それはそうだね、うんうん、それはそうだけど、うん、なんていうの、本当に些細なことでも気が使えたする。ベタ褒めやな。めっちゃ嬉しい、普通に。本当？うん、嬉しいわ。そう、そう思ってるの、うん、だから絶対なんか付き合ったら幸せだな、うん、思ってありがとう。で、なんかさ、おとついとか1日目、うんうん、オリオン座とか見たじゃん。見たな。そうだ、なんかすごい聞いてくれてめっちゃ嬉しかったし。いやいやいや、一緒に写真とかでもさ、見たじゃん。見た。なんかもう超綺麗だったし、そうやな。なんかすごいさ、もう満ち溢れてた、幸せに。うん、ちょっと、うん、見せたいものがあるから、ちょっと目つぶってほしい。分かった。はい、うん、なんか用意してた。おう、書いてる。もうそろそろ。どうぞ。行くで。はい。おぉ、じゃじゃーん、かわいい。いいね、かわいい。どうぞ。 OK、はい、見るで、うん、おぉ、じゃじゃーん、かわいい。素敵。オリオン座やな。おっ、え、なに、ほんとにオリオン座。え、あ、違うんだ。ちょっとね、惜しい。え、惜しい。惜しい。うん、これは、うん、オリアン座って言って、で、ベトナムのニャちゃんにしかない、うん、二人にしか見えない星座です。うん、いいねー。リアが作ったオリアン座ね。かわいい。何これ。めっちゃかわいい。これは、うん、リア星と一座星です。うんうんうん、いい。この星座を見た人は幸せになれちゃう。マジで。はい、幸せなれるんこれ、はい、やば。いう星座だから、うん、そう、めっちゃいい星座やん。これを見た二人は結ばれる、うん、からかわいい。なんかそう、幸せを願って、うん、なんかこれからも一緒にいたいなと思って、なんか一緒に星とかも見たいし、もっと、うん、だから、
今日告白行きます。ありがとう。はい、ありがとう、うん、受け取ったわ。伝えました。気持ち、うん、これ写真撮ってもいい？うん、めっちゃ可愛い。撮ってくれんの？撮る撮る、嬉しい。ありがとう。かわいい。これえでしょ。うん、ネーミングセンスがまたいいな、オリアンズだってな。でしょ、すごいわ。これ写して撮っとく、二人で。そうだね。な、むず撮れるかな。いける？あ、ちょ、やばいかも。いくよ、うん、ありがとう。ありがとう。ありがとう。じゃ今日、告白行くから、うん、待っててください。オッケー。じゃあ、ありがとう、うん、ありがとうな、バイバイ。ありがとう、うん、ありがとうな。リアちゃんってすごいね。わかる。さあ、どっち？おはよう。おはよう。久しぶりだ。あるいか。え、久しぶり？朝ぶり？でも朝ぶりだね。話すのは昨日のバーベキューぶりじゃない？ぶりだね。そう、昨日さ、軽くしかバーベキューの時、うん、喋ってなかったけど、うんうん、そのエリカちゃんのことが、うん、そう気になってるってのは、うん、本当なのね。その最初は結構応援したいなっていう気持ちが強かったから、うん、そこまで見てなかったというか、だから2日目の動物園ぐらいどころしかあんまりイリカちゃんのこと知らないんだけど、うん、なんか似てるなって、そう直感的に思ったのね。確かに。そうで私も思った。そうだから話聞いてるとめっちゃわかるわけ、うん、なんか、うん、あ、わかるなってのが通じ合ってる感じしたよね、すごく。そうそう、なんかいろいろ、なんか打ち解けたというか、うんうん、そうそう、その時にそう、ちょっと気になるなと思って、うん、からなんだよね、うん、その気持ちは私も一緒。ありがとう。私、やっぱさ、ギター弾くってさ、うん、弾きたかったし、なんか聞きたいって言ってくれたから、うん、なんかその約束もちゃんと果たしたかったし。そう、それは一緒。俺も、うん、来たかったから来たのもあります。ありがとう。え、じゃあ弾く？弾くの？なんかいいですか？じゃあなんかね、でもミセスって言ってたじゃん昨日。うんと。そう、でもなんかミセス私あんま詳しくなくて全然。そっかそっか。じゃあ、え、なんかさ、東京事変とか好き？東京事変好きだよ。好き？うん、そうそう、東京事変の曲をなんか、渋くないでもセンス。え、本当に、うん、でもなんかすごい私がなんだろう、かっこよ、ギターかっこいいでしょ、うん、かっこいい。あ、ちょっと初めて見るか。うん、見る。え、そう、なんか私がすごい悩んでた時に、うん、でもなんか道が開けた瞬間じゃないけど、でもなんか私も救われてるからこの曲に。じゃあ聴きます。うん、聴いてほしい。はい、します。でね、これを持っててほしいんだけど。あ、オッケーオッケー、いいよ。で、ここが歌う場所なのね。うん、なんていう歌ですか？透明人間っていう曲知ってる？多分知ってる。なんかサビ聴いたらわかるかも。わかると思う。どう思ってもいい、こう思ってもいい。うん、こう思ってくれてて、ちょっと下手っぴだけどいや、全然大丈夫、それは多めに見てね。